三井和夫は、日本の地理学者、陸水学者である。静岡県富士郡今泉村に生まれ、幼い頃、調査で、静岡県を訪問した、ただ踏み夫の君等を受け地理学を志すと単身、演者を、頼り東京の麻布中学に進学した。その後、1937年に創設されたばかりの、法政大学高等師範ぶっち歴史学科2941年に、 入学後、学徒動員に応じる。戦時下の苦労と戦後の動乱期を乗り切り、1946年5月から資源科学研究所解散まで食卓研究員として勤務する傍ら、夜間部として新たに開設された、法政大学文学部知力学科の第一期生として1950年3月に卒業。同年7月には女子として採用され、 女教授を経て1966年に教授となり、多くの地理学とを世に送り出した。法政大学では1971年から1973年は、大学院議長、同学文学部長、学校法人理事として、養殖職を歴任する。また1974年から1992年の長きにわたって、同学野球部長を務め、その間、 東京都大学野球連盟の理事を拝命した。研究分野は、毒水、地下水不損と、水利、洪水と、水害、流走土砂の移動、川床変動、地下水塩水化、塩水素状、水質汚濁など多岐にわたり、実証研究を重んじて、日本各地を対象地域とした。海外も視野に入れ、1991年に、日中合同調査隊長として、 桜間間砂漠に赴いたほか、多くの論文を残している。研究成果の根底に見られるのは、人間生活との関わりによる自然環境の変貌過程の実証的な考察である。水害の例では、木曽川流域の調査に参加し、この時の空中写真を判読して作られた木曽川流域農帯平野水害地形分類図ほかが、1959年9月の 伊勢湾台風における浸水と低地の備知系との対応をはっきりと示したように、水利用と開発、保全などの諸問題を通じて、地理学の社会性に寄与することを研究テーマとした。富士山を仰ぐ学難地域は、駿河市の生産など伝統産業の水需要を支え、やがて産業活動の近代化による水質の劣化と農業への影響が募ると、 地質調査所で調査が行われる。やがて工業排水にも注目が集まり、対策協議会が発足、1950年代から1970年代半ばまで、行政が地下水取水の条例、規定や担当部署の設定あるいは排水路整備を施策した。しかしながら開発の持続可能性を危ぶむ声が高まる時期もあり、三井は対策の評価を試みた。これらは、 長年にわたって、訓等を受けた、ただふみの標榜した、応用地形学を体系化する祖先の一つを担った、ものである。ただふみの著書、自然環境の変貌平野を中心としての中にも、その成果が、小録記載されているのも、ただ地理学の伝統を継承する一人であることを、示唆するものである。ただ文である、大谷正彦、一之瀬裕二とは、 資源科学研究所時代から交流が深く、共同研究や法政大学と早稲田大学の連携の中で、あるいは講師として教団に立った大学で多くの地理学者を育てた。ありがとうございます。